はい、こんにちは。画面キャプチャーめぐみでございます。これから始めるゲーム実況みたいなね、ゲーム実況やってみたいんだけど、キャプチャー画面キャプチャーどうすればいいのとかね、めぐみさんみたく生放送でね、雑談だったりでガチャ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 喋りながら違うカメラ使ったりあっちゃこっちゃキャプチャーしてくる映像をね、どうやってやってんのとかね、やってみたいんだけどキャプチャーカードどれ使っていいのっていう質問よく受けますので、誰でもわかるかつ簡単、それでいてプリティに今回はねキャプチャーカードを紹介していきたいと思います。まず用意したのは3つ、エルガト 4K60Pro、エルガト HD60Pro、 そしてエルガト HD60S ということで、段階を踏んでいくと、あなたのパソコンはまずノートパソコンでしょうか、メーカー製でしょうか、それともああいうゴリゴリしたやつっていうところでございます。ノートパソコンだったらこれ一択、なぜならこの2種類はこうスロットに挿すタイプなので、自作の人はもう安心でいけるんですけど、ノートにはそもそもこの PCIe スロットバスッと挿すとかないし、メーカー製であってもスロットが全部埋まっちゃってるとかそういうのがあるので、デスクトップ PC を使っていてメーカー製でやってる場合、ちゃんとこれが刺さるかチェックしなきゃいけない、それも不安だ、わかんないよっていう場合はこれ買ってください。これ安定です。 HD60S、 これは、実物これなんですけど USB でやれます。なので、単純です。こっち側のここね、 USB をピーッとパソコンにつないであげて HDMI のインがあって HDMI のアウトがあると、簡単ですね、超簡単だから USB でやりたい人はこれでいってください。これはただ1個だけ条件あります。 USB3.0 以上でいってください。 USB2. いくつはダメです。 3.0 以上で、供給しないと電源と速度、が足りないという形になります。ただしインスタントゲームビューということでリアルタイムキャプチャーでございますので、画面を見ながらそのまんま表示できるということで素晴らしい。これはこのサイズだからね、持ち運びにも楽ちん。なので、選択肢として USB でいけちゃうよっていうのはこれですね。これうちに2個あります。これは本当に重宝するということで HD6 です。そして続いて自作 PC なんだよ、自作 PC なんだよ、もしくはメーカー製なのでデスクトップスロット1個確実に余ってるんだよ、それよりちょっといいのないのという場合これですね、 HD60Pro という形で、これは PCIe 接続の ×1 なのでレーン数が1個あれば大丈夫という形でございます。こっちはね、H264 エンコーダー入ってるし、いろいろあるんですけれども、私の概念的なもので言うと USB 接続よりはやっぱマザーに直挿しする PCIe の方が安定感はあるかなということで、レーン数じゃない、スロット数があるんだったら、これの方がいいかな。あえてこっちに行くっていう場合もいいけどね、それでも全然いいんだけど、レーン数余ってればこっちの方がおすすめですね。これはいいものです。そして一番いい装備を頼む E-NOC の方はこれ言ってください。 4K60Pro ということで、これ最強装備ですね、一番いい装備ですね。そんな装備で大丈夫かって言われるのが嫌だったら、これ行くしかないですね。これは、レース4レーン使うのでちょっとそこだけチェック、スロットが空いていてなおかつそのスロットが4レーンに入ってるかというところで、条件さえ揃えば 4K60 フレームがキャプチャーできる奇跡のキャプチャーボードでございます。なのでこの3つを並べると違いとして、大きな違いですよ、大きな違いを言っていくと、まず USB 接続、PCIe ですね、ここ2個 USB、 これで画質なんですね。画質、まあ、解像度も、1080、60フレーム、 1080、60フレーム、 4K60フレームなんですけど、解像度じゃない、ビットレートが違うんですね、いくつまで出せるか、こっち HD60S はマックス 40Mbps が最高ですね、 40Mbps で、 HD60Pro こっちは 60Mbps まで出ます、 60Mbps まで出ます。でこちら140Mbps まで出ますこれはこことここは解像度一緒だから、20Mbps だけど、こっちは 4K になっちゃうから、ビットレートも必然的に上げてあげないと荒く見えちゃうんですよね。だからこっちはそういう感じで、もう別次元の倍以上で
倍だったら、120でいいんですけど、140まで出るので、単純に 4K60 で撮れるっていう以上に画質も良くなると。ビットレートが高いので。という差があります。まあ、あと細かな差でね、これだと H264 のエンコダーとかっていうのはあるんですけど、そこは置いといて、今回はシンプルにいくと、ノートだったり、USB で行く場合、これ。スロットが確実にあって刺さるんであれば、これ。一番いい装備を頼むであれば、これ。という形で、いかがでしょう。これ決定版でね、残していきたいなと。キャプチャーカードどれっていうのね、よく聞かれるんで、もう決定版で、ね。もう可愛らしかったでしょ、非常にね。可愛らしかったでしょ。これ見ます？じゃあ最後にこれもね。すごい可愛いから、もう、これ可愛いんだな。ね。ほら、見て。こんな感じ。可愛らしいですね。これも。こんな原宿に並んでたら、もうね、若い女の子たちみんな買ってきますよ。みんな買ってきます。ねえ。タピオカ屋の横で売ったらもうバカ売れですよ、これ。あ、冗談はさておき、もう本当に そこで選んでください。そこで選んでください。あとは価格差があるんで、価格を見ていただければなと思います。まあ、入るんだったら、パソコンにスロットあるんだったら、こっちよりはこっちかな。でも本当これは一番いい装備なので。で、刺さらないんであればこっち。っていう上げ方で、私はいいんじゃないかなと思います。まあ、ビットレートが、40、60っていう差ありますけど、やっぱりマザーに直出しできる PCIe のが、私の感覚値で言うと、安心。まあ全然いいんだよ。HD じゃない、USB で全然いいんだよ。いいんだよ。これでトラブったことないからね。私ゼロなんじゃないかな。もちろんケーブル引っ張ったとかは別よ。それは置いといて、多分ないんじゃないかな。と思います。はい。ないと思います。まあ、あとはいろんな機能、ソフト上の機能とかいろいろあるんですけど、それは置いといて、これからゲームなんとか、ゲーム実況とかね、メインさんがね、実況じゃなくても雑談とかでね、キャプチャーでやってやってんのっていう場合、まあ、うちは2個、2個、1個。使っている感じ。使ってるは語弊があるけど、まあ、装備がね、いつでも装備品、一応装備品ですね。ということで、まあだから外に行くときなんかはノーパソとこれ持ってるんだよね、私は。これ外でキャプチャーしなきゃいけないときね。まあいいよ、こっちという感じで、いかがでしょう。全部リンク貼っときますので、 Amazon リンクね、概要欄貼っときますので見ていただければと思います。これからもね、キャプチャー界隈はもっと進化していく行くと思います。もっと便利に。この1個前 HD60S の前に HD60 っていうのあったんですね。それハードウェアエンコードであれだったんですけど、もうそれが必要なくなってきて、今のラインナップはこれになったんですよ。だからパソコンのスペックが上がってきて、求められる映像スペックだったりっていうのもどんどん時代が超高速に動いてる。なので、ラインナップっていうのも変化してくるとは思いますが、現状の、2019年8月現在であれば、この3種類から選ぶ。あともう一個ね、一応ね、キャムリンク 4K っていう、すごいちっちゃいやつもあるんですけど、今回はそれはあえて省させていただきました。あとは、スマートフォンだけキャプチャーする場合のソフト。Wi-Fi で飛ばして、そのまんま、この画面がパソコンに行くっていうものもあるんですけど、あくまで皆さんが想像しているキャプチャーカードって言ったらこの3種類かなと思って、これを持ってきました。これであれば、こういうね、一眼カメラだったり、まあこれキャプチャーもいいし、何でもできる。この3つのどれかがあれば何でもできます。はい。ということで、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ多くの方が多分これだと思うんですよ、これ。なのでこれに行くとは思いますが、必ず注意してほしいのは USB3.0 以上っていうところですね。
電源供給と速度が足りなくなっちゃうんで。あと一応まあこれの、システム要件としては、Windows がIntel HD、Intel HD なんだからもう何でも大丈夫でしょって言いたいんだけど、NVIDIA GeForce GTX600 はベターですね。で、Mac の場合が、AMD、NVIDIA としか書いてない。もう大体動くんですよ、今の PC だったら。もうよっぽどじゃなければ。で、CPU が、Intel i5、4×、クワッドコア。なんてことはありますけど、相当昔の PC でも動くと思います。大丈夫。まあその辺はただよく自分のものと古いよほど古い PC 使ってたんだね。私が一番最初に買ったのは HD60 っていう S ついてない、もうそれはあのディスコになってるんですけど、なぜかってそういう時代じゃないからね。あのこれそれはハードウェアエンコードっていうものでパソコンのスペックが足んなくてやっていたものだからね。今はもう時代が進化したということで、どうでしょう。うん、ほとんどの人はこれだと思いますので、これをよく調べて、まあ、大体動くと思います。調べていただければと思います。まあ私は個人的におすすめはこれ、ね、いやそういう話じゃない、そういう話じゃないけどね、そんな装備で大丈夫かなって、まあ、一応、ね、私が長らく使ってたのこれ自作の方でね使ってたのはこれ、ノートは完全こっち、安定します、すごく全部。決定版、私が生まれて初めて買ったキャプチャーボードがエルガトの HD60 でした。そっからここのまで来るストーリーがあるので、私はもうエルガト大好き、本当に一番最初に買ったの、まあ動画上にも残ってると思いますけど、 HD60 思い出深い、本当に YouTube の初めの頃ですからね、買いましたこれ。その時も初めてだからね、キャプチャーとかやったことなかったし、調べてこのエルガトがいいって言って買ったんだよね。その結果大成功でずっとこれを使い続けた。というわけで参考になれば、いいなと思います。これでもまだなんだかわかんねえよっていう方はまあコメントください、気が向いた時に返すかもしれません。見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。